ええ、皆さんおはようございます。46日間チャレンジ行政手続きを完全制覇の42日目に入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日は暑いですね。まあ、ここもセミがすごい泣いてて、セミの声がこの収録に入ってしまいそうな感じもしますけれども、ね、えー、やっていくことにしましょう。 パブリックコメント手続き見ておりますけれども、国民からですね、広く意見を寄せてもらうということになります。政令や省令を作るときに、例えば国土交通省令を作るという場合であれば、国土交通大臣が命令等制定機関ですから、国土交通大臣は国民からですね、広く意見を求めるという、このパブリックコメント手続き、これを踏まなければいけないということになります。 で、様々ですね、意見が寄せられることになります。特に国民が関心が強いようなことであれば、それこそね、1000件とか2000件とか、あ,まあ、あるいは1万件以上意見が寄せられるなんていうことがあり得るわけなんですね。で、それだけ意見が寄せられたとしたら、やっぱ国民の関心も強いし、この政令とか省令定めるにあたっても十分考慮、検討をしていく必要が出てきますよね。 で、この後の条文でまた出てくるんですけれども、その意見結果をですね、意見どんなのが出てきたかっていうのをきちんとですね、講示しなければならないというのが出てきますから、まあ、実際にあの e-gab のサイトなんかを見ると、こんな意見が提出されて、そして行政としてはこうやって考慮しましたよ、なんていうのが記載されるんですね。 えーまあ、これなかなか大変な作業ですよね。だって1000件意見が寄せられて、それを全部チェックするだけでも相当な手間だなと思いますけれども、それがパブリックコメント手続きなんだということになります。42条の条文、それを踏まえた上で見ていくことにしましょう。命令等制定期間は意見公募手続きを実施して、命令等を定める場合には意見提出期間内に当該命令等制定期間に対し、 提出された当該命令等の案についての意見を十分に考慮しないといけませんよということで、提出意見、えー、これ十分に考慮してくださいねということになっております。で、これあの、平成17年改正でこの制度入りましたけれども、その後もね、やっぱり実際に意見公募するんですけれども、で、たくさん意見が寄せられているんだけれども、それに対してですね、えー、本当に考慮したの っていうぐらいの期間で、命令等が制定されてしまう。え、こういうことがあったもんですから、え、例えば、1000件ね、意見が来ましたと。1000件意見が来たにもかかわらず、1週間ぐらいでですね、えー、もう、意見公募結果出て、で、かつ、えー、もう命令等制定しますって言ったら、いや、それ、本当に十分ね、1000件の意見に対して考慮したんですかなんていうことになっちゃいますよね。 で、ですからね、これ、総務省のね、行政管理局から、えー、通知が以前出てましたね。2015年にですね、行政管理局から各府省にですね、えー、改善通知という形で通知が出ておりましたけれども、そこにはですね、やっぱりね、 一定期間は確保しましょうねと。要するに考慮するべきですね。一定期間をちゃんと確保してくださいね。特にその多数の意見が提出されたものっていうのは国民の関心が非常に強いものと考えられるので、その提出意見について十分に考慮されたかどうか確認を慎重に行うべきだと。こんな通知も出ているぐらいなんです。はい。ということで、えー、よろしいでしょうか。 今回ですね、42条について確認をさせていただいたということで、えーこうん、今日はここまでにしたいなというふうに思います。お疲れ様でした。